う少しだったのに。またみんなで一緒に島のこれからのこと考えていけるって思ってたのに。母さん、やっぱり私じゃ母さんみたいにはなれないよ。ルフィ、ごめんなさい。島のみんなが仲良くできるようにあんなに一生懸命手伝ってくれたのに。別にいいだろ、あいつらのやりたいようにやらせとけよ。何言ってるの？戦争が始まるんだよ。みんな怪我だけじゃ済まないかもしれないのに。あいつらが好きでやり合うんだ。それで死んでも俺たちには関係ねえ。死ぬなんて簡単に言わないで。島のみんなは私の家族なの。母さんも兄さんもいなくなって一人ぼっちの私のそばにいてくれた大切な、誰にも傷ついてほしくない、誰にも死んでほしくない、家族がいなくなるのはもう嫌なの。じゃあなんでお前はここにいるんだ？戦争が始まるってもうダメだって諦めてんのはお前じゃねえか。お前があいつらの命を簡単に諦めるなよ。諦めてない。家族の命を私は諦めない。だったら俺を呼べよ。今までと一緒だ。お前が呼べば俺はどこだって飛んでいく。お前が諦めねえなら俺も絶対に諦めねえ。だから一人で泣くな。ルフィ、ありがとう。行くぞジャンヌ、この戦争を止める。